マリー・カロリーネ・アウグ・ステフォン・シュバルツ・ルードは、ドイツのシュバルツブルク・ルードル・シュタット家の子女で、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ2世の3番目の妻。シュバルツ・ルード公子アドルフとその妻の、シェーンブルク・バルデンブルク公女マティルゲの間の第1子、長女として、当時のメクレンブルク・シュベリーンに生まれた。弟は、最後のシュバルツブルク・ルードル・シュタット公、ギュンター・ビクトルである。 1868年7月4日に、ルードルシュタットにおいて、フリードリヒ・フランツ2世と結婚した。夫はすでに2人の妻と死別しており、マリーより27歳年上だった。夫妻は三男一女の4人の子女を設けた。1922年、末息子、ハインリヒの46歳の誕生日を祝うために、オランダのデンハーグを訪れていた際に亡くなった。 意外は、ノールデーンで宮殿から、デンハーグ HS 駅に運ばれ、列車で、メクレンブルクに送られた。ありがとうございます。